失礼します広島県から参りました瀬良町立瀬良西中学校の教務主任をしております宮岡秀明ですこれから2年間の本研究の取り組みについて実践報告させていただきますそれではよろしくお願いします実践報告の概要については次の4点です研究の動機研究の方法研究の成果そして最後に今後の展開について報告させていただきます 本校は平成24年度一般研究助成を受け生徒の ICT 活用力向上で生徒会の活性化を図るという研究に取り組みましたその結果生徒の自主性やリーダーシップの向上につながるだけでなく学力の定着さらには支援を必要とする生徒に対して知識技能の習得や学習力の喚起にも効果,効果的であるということが分かってきました。 もまた文部科学省の調査によると通常の学級に在籍する支援を必要とする児童生徒の割合は6.5%とされています本校でも特別支援教育の充実を図ってまいりましたが手立てを十分に講じることができていませんでしたそこで一律的な指導ではなく個々の認知特性特に有意感覚に応じて ICT を効果的に活用すれば学習効果を高められるのではないかと考え 特別研究指定を受け、本研究を進めてまいりました。これが本研究の経緯です。研究の方法としては、次の5点について取り組みを進めました。まず、個々の生徒の優位感覚に着目し、それを学習支援に生かすための理論整理を行い、それを見取る方法を本校独自に作成しました。それと同時に、教職員の ICT スキル向上のための 研修を行いつつ授業での活用を図っていきましたこれらの土台をもとに本研究のテーマに関わる事例検証を行い研究を進めていきました研究のための理論整理として本校では学習者の情報の受け取りについて優位感覚という概念を用いて次のように考えています学習者は文字や図言葉などの外部の情報を 視覚、聴覚、体感覚の三つの感覚を通して取り入れ理解しようとします。えところが人によって情報収集の好みに違いがあり、自分の優位な感覚を通して学習していくものです。多くの子どもたちの認知特性として視覚優位、聴覚優位、体感覚優位の三つがあると考えています。このことを踏まえると次の えー、3つの指導や学習方法に生かすことができますが本研究では特に2つ目の生徒のタイプに応じて支援の工夫ができるということに着目しましたそこで生徒の優位感覚を見取る方法として本校独自にチェックシートを作成しました教科学習のある場面を想定させどれが当てはまるかを生徒に選択させます。1は視覚2は聴覚優優位位聴 3は体感覚優位の項目で全8項目の中から4つ以上当てはまったものを仮に優位感覚があると判断しましたそして支援が必要な生徒がどの優位感覚を持っているかを調べこれらの生徒をターゲットパーソンいわゆる検証の対象として授業での支援が効果的であったかを検証していきました 一方で教職員の ICT スキル向上に向けて自主研修会を実施していきました自主研修という形を取りこれまでに約25回実施しまた町内の教職員にも参加していただきながら本校の取りり組みを町内にも還元しております。次に ICT 機器を効果的に使えるようにするため本校独自にこのような指導案を作り 授業実践を重ねていきましたこの指導案の特徴は本時の狙いを達成するためにどのような ICT 機器をどのような意図を持って使うのかをまず示しているところです。そして優位感覚タイプに応じて ICT を効果的に使っていくために授業のこの場面でこういう優位感覚の生徒にの支援に役立たせようということも 指導案の中に明記しました授業後の検証方法としては再生刺激法を活用しました再生刺激法とは子どもに授業の最も重要な場面をビデオや写真で振り返らせその時どのような思考をしていたかをインタビューによって問う方法です本校でも授業後にターゲットパーソンの生徒に授業場面を振り返らせ 教師が意図する支援が効果的であったかをインタビューしましたこれがインタビューをまとめたものです教師が意図する支援が効果的であったかを4段階認知面としてその時何を考えていたか上位面としてその時何を感じていたかについて聞き取りを行いましたそして先ほどの指導案に支援が効果的であったかや その時何を考え何を感じていたかの感想を効果を示すためにつけましたさらに事業風景の写真もつけ実践事例として蓄積していきました資格優位な生徒に対しての支援で特に効果的であったものは1つ目は電子黒板ででの拡大提示ですこれまで言葉で説明していたものを視覚化し思考焦点化し クラス全体で共有することができ視覚有意者にとっては効果的であったと考えられます。2つ目としてパこれまで文章題文章題を文字によだけによる問題把握では困難さを抱えていた生徒もアニメーションを見ることによって理解が進みました。3つ目として タブレットパソコンやビデオカメラでの動画撮影と視聴です自分の体を客観的に捉えることができる動画撮影は特に視覚優位者にとっては効果的な使い方になりました聴覚優位の生徒に対する支援として有効的だった使い方はタブレットパソコンでのドリル学習です 体感覚優位の生徒に対する支援として有効的であったことは電子黒板やタブレットパソコンでの直接操作です天体ソフトを使って2本指で拡大縮小していくことで宇宙の広がりを体感覚を通して感じることができました。本研究の成果をまとめると次の3点が挙げられます。1つ目は 子どもの認知特性である優位感覚を童貞するためのチェックシートを暫定的ではありますが開発したことです。2つ目は ICT 機器をどういった場面でどういった子どもの支援に役立たせようとしているかを明記した指導案を作ったことです。そして3つ目は支援が効果的であったかをインタビューで検証し、それを実践後の授業案につけ、 実践事例集として蓄積したことです本校では三十四の実践事例を作ることができました今後の取り組みとしては取り組み後の変容としてはまず教職員の ICT スキルが格段に向上したことが挙げられます教職員が日常的に ICT 機器を使えるようになりましたし生徒の ICT スキルも格段に向上しております さらに今年度本校は瀬良町の ICT 拠点校として位置付けられ自主研修会にも町内の先生方が多数参加されるようになりましたまた県内外からの視察も入るようになり本研究の取り組みが広く発信できてきています今後の展開としては本研究で得られた知見というのは現在の教育課題の一つである 通常の学級における特別支援教育と ICT の効果的な活用をつなげる手がかりとなる研究だと考えておりますえ本研究をいろいろな場で発信させていただき今後の取り組みについ取り組みにつなげていきたいと考えていますえ最後になりましたが手探りの状態で始まった本研究が一定の成果を上げることができたのもアドバイザーの吉崎先生 また推進課長の金村さんの的確なアドバイスによるところが大きかったと思いますこの場をお借りしてお礼申し上げて本研究の報告を終わりますご清聴ありがとうございました